ミルクサッカーアカデミーは毎朝配達中でございます。私受講生の井上真と申すものでございます。そしてガラ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 ノーミルク佐藤です。よろしくお願いいたします。ということでプロサッカーで玉で乳製品アレスイミューアレルギーの先生に、サッカーの話だけをですね聞いていきたいと思いますね。乳製品の話は控えたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。さあ先生今日は何を教えてくださる。そしてポイントは本日は、うん、これで J3 最後でございます。ありがとうございます。締めを務めるのは SC 相模原、はい、いいよ。ポイントいきます、はい、J リーグ屈指の制空権、はい、梅井森本富澤の山脈地帯いいですね。そしてメンターミッドフィルダー稲本純一の存在、うん、いらっしゃいました。プレスが弱くなるサイドアタッカーの侵入が鍵、うん、ラスト地上戦に持ち込まれた際に必要な丹羽末吉の存在というところでございます、はい、あ相模原やっぱりちょっとね楽しみですけれども、はい、さあ開けてみましょう。こちらですドン。ということでこちらには自由な発想綿密なデータそして少しの遊び心を振りかけた先生の予想フォーメーションそしてポジションごとの番手が書いてございます。詳しい色合いとかですね表の見方に関しましては上に動画が貼ってあります。おすすめ表の見方というのをご覧ください。はい、それでは先生お願いします。お願いいたします、はい。相模原はですね、うん、J リーグの全体の中ででも、はい、群馬と並んで、うん、かなり人が入れ替わったようなチームとなっております。ね、なんで上にデータもあるんですが、はい、あまり昨年と今年を同一視できるような状態ではないですね。なるほど。まあ、強いて言えばただ、うん、あの梅井森本、はい、丹羽というこの守備陣がそのまま残ってるのでディフェンスのそのピンチ対応のところはある程度、似たようなもんじゃないかなというふうに思ってもらってもいいかと思います。はい、でまあそれでも振り返ってみましょうというところでいくと、うん、はい、2018年はここがねシュートチャンスピンチシュートのところが AGBF とで順位的にはまあ9位で終わってしまったところはありましたがただ、はい、相模原ここにありといった部分がかなりのところで見受けられましたよね、うん、特に一番ワントップを務めているそれこそガブリエル選手だとか、うん、やはり山脈地帯のディフェンダー、はい、でキーパーね田中雄大選手とか、はい、まあ、だいぶでただ中盤が様変わりする状態になっているので、はいはい、矢沢選手とかね、うん、奈良岡選手とかそこら辺がだいぶ変わったところがありますから、そうですね、今日はだからその中盤を筆頭にいろいろご説明していきたいなと思っております。わ、はい、かりました。うん、でまずそのスタメンなんですが、うん、なんでキーパーとセンターバックとフォワードはいいでしょうと、まあね、今までの、はい、去年通りといったところでありますと、魅力的な皆さんですよ、うん、そうなんです、はい、でセンターバックから一つ上に目を向けていただいてのボランチですね、はいはいはい、末吉選手とミルトン選手が入りましたが、うん、まあ、分かりやすくて末吉選手がそのパスだとか、まあ、前線に出していくよ、うん、でミルトン選手が、ボールをね、まあ、さばいてとかいわゆる守備的なものをやっていくよというのところで思っていただける、はい、で相模原で必要なのがですね、うん、後ろの本当にこのバック陣の山脈地帯部分はもう圧巻じゃないですか、うん、それこそ古き良きというかあの横浜 F マリノスで、はい、中澤松田河合とかいた時代、はいはい、並みに身長高い状態なんですよ、うん、山脈ですもんね。山脈でございます、はい、まあ、川崎にもね山脈当時ありましたけど、ね、伊藤とかいましたけどね、はい、でそうなってくると必要なのがですね結局そこが高いから向こうは地上戦を持ってきたりするわけで、うん、中盤のパスサッカーを相模原相手ではやってこようとしてくるわけです。なるほどなるほど。なので相模原としてはさらにその脇をついて一番サイドのレーンに対しては、うん、ちょっとプレッシャーがちょっと弱くなる傾向がその場合だとありますので、はいはい、このルーカス選手阿部選手を筆頭に、うん、一番両サイド右サイド左サイドのところをスススッと裏抜けしていくようなところが必要になってきます。なのでルーカス選手や阿部拓実選手の突破スプリントまたはアリクロスこのあたりは一つ特徴になってくるんじゃないかと思われます。なるほど。そのセンターバックの強固なそして山脈感が向こうにパスサッカーを敷いて、はい、カウンターはサイドからとこっちはそうですね、になっていくということですね、はい、なので、はい、2列目にはシュートの上手い2人を置き、はい、1列一番前にはもうジョン・ガブリエルが控えているといった形になりますね、うんうん、はい、で控えから言っても、そのね、2列目からのアタッキング突破力のいい梶山幹太選手だとか、うん、今年のルッキー上村選手、はい、または、サイドバックに関ウィングバックに関してで言えば、うん、川上選手平石選手または加納選手のような、はい、将棋でいう強者とか、うん、桂馬のようなタイプがこの一番サイドに置かれるケースが多いんじゃないかと思っております。はい、そして今年は何といっても純一稲本が、うん、純一ダビッドソンではなく、ね、そうなんですよね、純一稲本が、はい、
相模原に加入そうですしたというところで、これはだいぶトピックとしてね高い事象でございましょうと。でどれぐらい出場するかはまだ分かんない部分ありますけど、何よりもね役職としてなんか富澤選手が一応キャプテンって形になったりはしてるんですけど、稲本選手は副キャプテンとかではなくメンターという役回りを与えられていて、そうなんですね。はい、メンターっていうのは相談役みたいなことですかね。そうですね、はい、企業なんかでよくありますけど、ね、はいはい、先輩社員といわゆる後輩社員ってところでね、その先輩社員がそのメンターっていわゆる、なんだろう、メンタルをねいろいろ整えてあげたりだとか目標設定だとかしてあげるようなタイプになりますけど、稲本選手がこのチームのメンターとして若い選手を引っ張っていくという形になるので、ある意味では負けが込んだ時とかちょっと難しいような、ね、局面でたくさんあるじゃないですか、やっぱりサッカーを1シーズンあると。そうだね、そこはやっぱり稲本選手の経験でとても大きいんじゃないのかなと思っております。なるほど、代表並びにね海外の経験豊富ですから ね、プレミアリーガーですからね、ワールドカップスコアラーでもあり、そうですね、そしておそらく美人の旦那でもありますからね。そうなんです。美人の奥さんがもしかしたらベンチにはさすがにいないですけど、いない、ベンチにはいない、ベンチにはいないですけど、やっぱりねスタジアムにねいらっしゃるかも、いらっしゃるということで、もしかしたら観客数増もなんかありえるかもしれませんが、そうですね、はい、はい、ということでね、残り成長を期待したい若手とビューポイントの上級中級見ていきたいんですが、はい、成長を期待したい若手はこの男、松岡ジョナタン。おジョナタン話題ですね。ちょっとねやっぱりインパクトあるお名前ですから、名古屋の U18 から、はい、まあ、名古屋に上がりつつのこっち来たって感じですけど、はい、なんでな、去年というか今年ですね、2019年のこの2月ぐらいまではずっとこのね名古屋でやってきた選手もあるわけです。わ、かりやすく言えば、あの菅原幸成選手が名古屋ユースの出身でね、はい、今年トップチームに昇格しましたけど、彼らと一緒にまあやってたよって選手にはなりますね。トップ昇格即レンタル移籍ってことですよね。そうなんです、これに名前をつけてほしいですよね。何がいいですかね、その状態に。そうですよ ね何がいいですかね、分かんないですけどね、スッとしたのがないですもん ね募集します。トップ昇格、はい、即育成型期限付き移籍とか、だから長いですもんね、長すぎるんですよ、ね、そうですね、スワイプアウトとかなんかね、あアウトも違うもんね、なんていうのか なレボリューションとか ね違うね、それは、そしてとある芸人さんの ネタであっちゃいますからね。いやいやいや英語ですよ普通の。はい、でそんな松岡ジョナタン選手なんですが、まあ、パラグアイ国籍一応持っていて、スペイン語も堪能なんですよね、でもうストライカーのゾーン見てて見るとなんですけど、ジョン・ガブリエル選手か、大石選手か、松岡ジョナタン選手しか、まあ、ある意味ではフォワード そのワントップというかスコアリングのようなポジションの適性があまりない状態なので、それを考えるともうだいぶ出場の機会もあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね、で梶山選手はもともと名古屋だったりするので、ちょっとこの先輩後輩感もね、ここであるかなというのもありますね。で続いてビューポイントの上級でございます、もうこの男でしょう、相模原といえば。いやそうですよ、ミスター相模原といって もう過言ではないんじゃないですか、そろそろ、大救命、大救命、好きだな大救命、もうねドラマがね、ドラマチックなんですよね。ドラマチックなんですね。横浜から、横浜で中澤裕二さんともやってきて、引退の時にねそんな写真出してましたね、上さんがツイッターで。でその後群馬に行って、はい、で群馬でだから出れるかなと思って移籍したものの、ちょっと怪我を負ってしまって5試合ぐらいしか出られなかったんですよね。でその後怪我の療養で一瞬浪人期間もあったんですが、ただその後でとりあえず大分に拾ってもらって、で地元それで金沢とかかな、行くもののなかなか出場機会とかなかなか福井でしたね、そうできる、できずで福井行って、そこからもう地域リーグでもからもうやり直そうって思って頑張って、でその時に奥さんも見つけて、でただそこで怪我もある程度感知して、よし行くぞっていう風になった時に福島から呼ばれて、いや詳すぎるでしょ先生、詳しすぎるでしょ何にも見てないですからね今 ねで福島行って相模原来てみたいな感じ、梅井落語、梅井講談でしたからね今ね、もうねもう梅井選手を ね見てしまってもう泣いてしまう、僕は先生がねいい記事を書かれてますからねこれはね、はい、送っていただきたいなと思っておりますけど、ぜひぜひぜひ、はい、まあもちろんね、あの本当全選手いろんな選手も語っていきたいなと今後もね思っておりますので、まあ、そのね数多くの苦労だったり苦労経験、はい、そして攻撃性も実はね合わせます、点取ったりしますもんね、はい、うん、ぜひぜひ、見てみてください。190を超えておりいます、はい、でかいですね、そしてもう一人ルーキーからチョイスしてみました、はい、ビューポイントの中継でございます、上村選手、上村選手、はい、今年ルーキーになるんですが、新潟医療福祉大卒のルーキーなんですよ。
で彼ね実はまたあの練習試合で活躍したことによってこの相模原加入が決定したような選手なんですが、はい、いわゆる10番の適性があるような選手なんですよ。へえ、はあ、パサー出しだとかもできたりするので、はい、まあ、将来的にはそれこそね今はもう移籍してしまいましたけど鳴岡選手と矢沢選手の、うん、なんかちょうど中間になるような選手になってくれたら、だいぶこのチームにもフィットしてくるんじゃないのかなと思っております。いいですね、このチームのブレーンになってくれればなっててほしいですね。これ先生面白いですよ。新潟医療福祉大の前はですね湘南工科大を出てますよ。すごいいろいろ勉強してますよ。いろいろあるんですね人間の全てを知ってるじゃないですか、もう人類の知恵、ね、知恵を、はい、上村選手、はい、非常にね注目しましょう、はい、はい、といったところで J1、J2、J3、 いやー55チーム全て終了でございます。お疲れ様でした。ほぼ半月に渡りまして、はい、ほぼ毎日やってきましたね。いやーありがとうございます先生、お疲れ様でございました。明日は寝ます。いろんなことこなしながらね、はい、開幕にこれギリギリ間に合ったということでいいですよね。間に合ったと、福島藤枝はだってもう出してますから、出してますから、はい、もう今日は間に合ったということでいいですよね、はい、いやー本当にお疲れ様でございました。お疲れ様でございました。サッカーアカデミーはですね、サッカーの全てを楽しもうというのをコンセプトに、はい、いろいろそのお助けになるような情報をこれからもね出し続けていきたいと思っておりますので、はい、ぜひチャンネル登録並びにねツイッターもやっております。そしてこの動画もね、拡散していただけますといいねボタンで押していただけますとこの、相模原の魅力がね伝わるんじゃないかなと思っています、はい、先生本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。そして2019 J1 J2 J3 開幕でございます。パパ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 楽しみましょう、ね、試合のたびにいろいろね動画を振り返っていただけるとこんな嬉しいことはないですね。じゃあ来週には F1 も開幕で F1 好きなんですもんね、はい、再来週には野球とかかな、はい、そうですよね、はい、いや J リーグはプレビュー並びに振り返りやっていきますのでやりますからね。ぜひそちらもご覧ください。その他戦術図解解析先生がね今日に乗った瞬間にもやっていただくと、そうですね、いうことになっております。いろいろやろう。あとは雑談コンテンツも、やっていきます。海外もある、ね、CLEL、はい、スパーズ特集、いろんなあるコメントご要望そして苦情もお待ちしております。もう聞きたくないよあんまり目をそらしましょう。それは ね、はい、楽しくいきましょう2019、先生お疲れ様でございました。聞いてくれた皆さんもありがとうございました。ジャスミンティーが美味しいです。楽しみましょう。ミルクサッカーアカデミー井上でした。野見佐藤でした。ありがとうございました。